2024年7月7日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、都知事選、若い無党派層の奪い合い。2、あの人たち、バイデンおろしに手段選ばず。3、FBI のお気に入りは、ミシガン州知事、ホイット回し。 こんな感じです、はいえー、先ほどですね、都知事選の結果が出まして、まあ、予想通り小池百合子さんが、ね、あの圧勝という感じでしたで、えー。ただですね、私がちょっと注目していた石丸さんと蓮舫さんなんですけれども、あの石丸さんの方がね、えー、少し上回っている感じですかね。うん、あのこれは、えー、前、ビデオでも言ってたんですけれども、 あのちょっと補足をしますね。その期日前投票で小池百合子さんがものすごく、うん、優勢だったっていう分析結果が出てて、これはね、私わかるんですよ。なぜかというと、その女性のアンチ蓮舫ってすごい多いんですよね。だから迷わず、もう紀元前で、まあ暑くない時にね、あ紀元前投票に行って、小池さんにこう蓮舫、うん、さんになるぐらい習っていって投票したみたいなんですよね。で、じゃあ当日にかけて、その、うん 小池さんはそれほど圧倒的じゃなくて、蓮舫さんと石丸慎二さんに分,け分かれたんですけど、これはおそらくこう、ギリギリまで迷ってたんでしょうね。まあ、ひょっとしたらその、投票所に行って決めたかもしれない。なので、えっと、お互いに最後まで若い無党派層を奪,うえ奪い合う結果になっちゃったんじゃないのかなというふうに思います。でえっと、以前のビデオでも言った通り、両者のバックは、ね、微妙に違うんですよね。 えー、ちょっと前ならおそらくあのほぼ被ってたと思うんですけれども蓮舫さんが完全にあの共産党系に行っちゃったからまああとそのやり方は似てるるのにちょっと違う感じがすすんですよね、えー、だけれども若い人ってそのね、えー、の違い微妙な違いが分かんないかもしれないんで。あの レンホさんじゃなくて、やっといい人が現れたと。レ舫さんには失望したよみたいな感じで <laughs>、まあ、あ飛びついたのかもしれません。で、石丸さんは割と丸毒で、いろいろ叩かれながらもね、その裁判沙汰とかで叩かれても、えー、次の国政選挙で当選するぐらいの知名度を得たんじゃないのかなというふうに思います。一方、レ舫さんはね、あの予想通り、その、 左派衰退ルートに入っっちゃった感じですよねあの共産党に抱きつかれたら逃げなきゃいけないんですけれども受け入れちゃったからあのそっちの箱に入っちゃったみたいな感じであのちょっと気の毒なんですけど全く得をしなかったでもともとねニュースキャスターとかグラビアの方からあの、まあ、美人さんですしあのそういうところで政治の世界に入ったんですけれどもまあなんというかそれを、ね、あの利用してきた人はもうそろそろ用済みかなって割り切ってるのかもしれません。で で,でですね、えっ、ー、とまあ、石丸慎二さんはいろいろ器用方変ある人なんですけれども、多分若者は新しく若い人が出た、我々のことを理解してくれるのはこの人だけだっていうにあに、あの喜んだと思う、喜んだかもしれません。でも、我々のような年寄りね、まあ、よく言えばベテランから見ると、また顔だけ変えて左翼が出てきたかって感じなんですよね、まあ。ちょっと従来の左翼とも違うんですけれども。でただですね、あのセルフプロデュースを、 自分で仕掛けてるとしたら、えー、一角の人だなというふうに思います。で、ただ一緒に仕事をするのはきついでしょうね。部下になったら死ぬと、えー。それは別に私にとってマイナスの評価じゃなくて、例えばそのイーロン・マスクさんは個人的に好きなんですけども、絶対部下にはなりたくねっていうふうに私は思ってるんですよね。あの、えー、石原さんと私はあんまり気が合わないかなとは思うんですけれども、それでも別に悪いことじゃないです。あの、私個人の感想なんでね。うん。 <laughs> それでもやっぱり保守派とか右派とはおそらく牽引になるでしょうね、保守派って実務家が多いんで、あの実務を混乱させる人ってのは大嫌いですから、でもそれをがばれないうちはね。 実務能力がない、あるいは混乱させるしかないとバレるまでは、ある程度うまくいくかもしれないですね。まあ、あるいはその本人がそれを学んでもっと素晴らしい政治家になってくれることを祈っています。えー、まあ、小池さんはね、実務能力ほぼゼロに近いんですけれども、それでもね、あの東京都知事12年やるわけですから、それはそれでね、一つの能力だと私は認めてます。えー、でただ、その、ちょっと、うん、ね、私の陽気アンテナがあの従来の左派と違う 反応石丸,さん,石丸さんに対してはしてるんですけれども、あの、さあ、の方がね、<laughs> 抱きついてくるわけしない、新しいその顔として、うん、重宝するかもしれないですね。すみません、もうこれは、あの、私の感想なんで、あまり気にしないでください。それでですね、あの、そことつながるかどうか、微妙なところであるんですけれども、あの、バイデン一族が今、すごく粘っていて、もう絶対にこう、お 諦めないぞって言ってて言るわけですよあすみません、これがあの、えー、今の小池さんのね、あれですねあ。ちょっと増えたかな、うん。でも石丸さんがまだ上ですね、はい。それでですね、バイデンさんは撤退するのは、全能の神が降臨した場合だって言って、頑張ってるんですよ。それはその、えー、家族の後押しがあるからですよね。あのまあ、妻のジル・バイデンさんだとかあの、息子のハンター・バイデンさん。うん、<laughs> で えー、それを、ね、一生懸命、周りがやめさせようとしている、スポンサー、ね、民主党内、まあ、上院、下院議員、マスメディア、バイデンやめろって言って、こう声が広がっててで、一応ね、その説明として、バイデン氏のままだと、うん、上院も下院も勝てないからって言ってるんですけど、それは建前なんですよ。えー、と今のままだと、バイデン氏が勝つと、選挙そのものが疑われて、前回の選挙も疑われるから、最後に奇跡が起きました、万歳っていう物語を作りたいんですよね。そのま,までは あのバイデンさんのままで買ったら不自然なんですよ。だからやめさせたいんですよね。顔を新しくしたい。うん あのえーまあ、日本でもね、左派の方があの、やっぱり知られるとね、人気、えー、落ちていくんですよ。だから次に知られてない新しい顔を出して、皆さんお待たせしました、今度の人は素晴らしいです、あの安心して投票してくださいって言って、やらせてみるとダメにやって、<laughs> で、また新しい人、<laughs> 皆さん安心してくださいって言って出してくる、このパターンなんです。で、バイデンさんをもう下ろしたいわけですよ。その古い人形として。 飽きられたバレた、いろいろやってることがバレたで、えー、もうかばうにも限界がある、だからバイデンさんを、あのー、引き下ろしたいんですけれども、あのー、神が選挙から降りろと言えば降りるって言ってるんで、ものすごい圧力をかけられると思いますよ、これからね。はいまあ、これからってもう今すでにかけられてると思うんですけれども、その急病だとかね、事故だとかね、家族の都合何でもいいんですけれども、引きずり下ろしたい。で私が、ね、仮に まあ、あのアメリカの諜報機関ですね、まあ、ちょっと怖いんで不正人してますけど、C なんとか A とか F なんとか I だったら、まあ、家族を脅しますね。でて今、撤退していただければ、これまでどおり特別な配慮をして、バイデン一族を守ります。ねあの 有罪にならならいから起訴しなこと言ってあの極力の悪いかわいそうな老人だから起訴しないって言ってあの特別な配慮で守ってきたでもあのここでね撤退しないんだったら我々もかばいきれませんからあの我々が持ってる資料もね公表しようと思うんですけどどっちい,いすからって言って私なら脅しますねでその現職のトランプ大統領にその盗聴器を仕掛けたりねあの SNS だとか、そのテレビ放送をぶっち切って、えー、その、うんうんうん、ロシア疑惑で、のをでっち上げて、別に彼らは、その、うん、ね、C なんとか A だとか F なんとか I の人は、別に罰せられてないわけですよ。今で、今なお、その、それぞれの組織でね、あの、 権力を振るって、そのトランプ再選のを阻止するべく頑張ってる、法律を無視して、うん。で、そういう人たちが、じゃあ、あのバイデンさんをね、引きずり下ろさないかって言ったら、全然大丈夫ですよ。もっと楽勝で引きずり下ろせます。だって、あの弱,弱みだって握ってるんだから、それを使って脅しちゃいいじゃないですか。はい。それでですね、あの、 一部の人たちが討論会後にね、ほとんど支持率変わってないというふうに言ってたんですけども、やっぱりね、それが反映されたら、かなり開きましたね。まあ、開いたって言ったって、どれぐらい ?3.3 ポイントぐらい ?3.3 ポイントですね。で、えー、と結構ね、あの驚くことに、まあ、ウォール・ストリート・ジャーナルが6ポイント差っていうのはね、これはなんというか、やっぱり、あの 知識層ですかね。ウォール・ストリート・ジャーナルを金払って読んでる人ってのは知識層なんであの、割と正確な判断をすると思うんです。ただね、ちょっと驚くのが、ニューヨーク・タイムズだとか、CNN も、ね、同じように6%トランプさんがリードしてるんですよ。 うん、そのロイター・イプソスはね、頑張ってるんですよ。あの今,今こう、タイだと、引き分けだと言ってね。<laughs> まあ、ロイター・イプソス、ハントランプすごいんでねあの、えー、まあそうかなと、モーニングコンサルトとかもそうですけれども、うん、えー、多分ウォール・ストリート・ジャーナルは、知識層が判断した結果、そうなんですよ。で、ニューヨーク・タイムズと CNN はあの、このね、えー、バイデンさんを引きずり下ろさないと、あの劇的な逆転勝利。 最後に奇跡が起きた選挙物語に邪魔だから多分ねそのやめろやめろって言ってんじゃないのかなって私はこう邪推してしまいます、うん、だからそのバイデン対トランプにしなければよいという発想なんですね彼らにとってははいでこの、えー「リアル・クリア・ポリティクス」の掛け率ですけれどもあのちょっと前までねあの前回の あれまでニューサムさんあの、カリフォルニア州知事のニューサムさんがあの、うん、次の、ね、大統領候補として10%ぐらいになったんですけども、急に落ちて、あの今の副大統領、えー、カマラ・ハリスさんが、えー、急に伸びてです、ね、この水色ですねあの、バイデンさんを上回るようになりました。だからもう,うこれで大 そのこうなるんじゃね、えーあの、副大統領候補はね、そうなるんじゃないのかなっていう気はしてますね。で、えー、なんで副大統領、カマラ・ハリさんの方が都合がいいかっていうと、選挙資金をそのまま使えるそうです。あのバイデン・ハリスであの、大統領、副大統領で集めていたやつですね。えー、ところが、彼女はバイデン市場に不人気で、能力が微妙であることがばれてるんですよあの。何かね、まずいこと聞かれると、あの、 すごい大声で笑うもんですから、笑い袋みたいに呼ばれてたりもして、あの、民主党員からもあんまり評価良くないんですよね。ちょっと見てみましょうか。どれだえっ、ー、と、どれだったかなえー、これか。バイデン・ハリス。あ、ごめんなさい。間違えた。えっ、ー、と、どれで見る すみませんちょっと準備も悪くて申し訳ないんですけれどもえー、っとカマラ・ハリスさんの評価ってずっとねあのバイデンさんよりずっと悪いんですよねあれごめんなさいあ,あったあったあった,あったえー、っとあでも上回ったあのバイデンさんがマイナス17.5に対してカマラ・ハリスさん16.3か、うんま、これは準備ですねもう下準備だと思いますあの、うん、ハリスさんを 大統領候補にするというそういうサインかもしれないですね。まあそれが濃厚だというふうに思います。でですね、えー、ただあのー、不人気なカマラハリスさんが勝ったら、あの郵便投票で最後ギリギリの大逆転をするのはやっぱりちょっと不自然なんですよね。だからそのそれを信じてもらうには副大統領が鍵になると思っていて、で私はねそのあんまり今こ,この 家計の名前にすら出てないんですけれども、えっ、ー、とですねで、この、これらの候補を合わせたやつが95%ですから、5%他の候補に行ってるはずなんですで。でも名前がなかなか出てこないってことは、この人、多分ノーマーク、まだね、ノーマークなんじゃないのかなと思うのが、あのー、ミシガン州知事のホイットマーさん。 グレッティン・ホイットマーさんという人がいて、これはねあの、アメリカの諜報機関ですねあの、C なんとか A だとか F なんとか I のお気に入りなんじゃないのかなって私はちょっと思ってて、でも、あのどれぐらいやばいかな、やばさで言ったらね、オバマさんぐらいっていう感じのヤバさなんですけれども。 彼女に白羽の矢が立つかもしれませんただ本人とかそのさっき言ったカリフォルニア州知事のミューサンさんはですね、えー、もう今回の選挙を諦めて、えー、次の2028年を狙ってるっていう噂があるんですよね。でもあの それはね、彼らの都合であって、その、諜報機関からしたら、無理、その、トランプさんを何とかして、とさなきゃ、あの、とさなきゃいけないから、無理やり脅して副大統領にしそうな気が、私はしてるんですよね。うん。で、その、えー、これは、えー、まあ、もう一度ね、民主党の勝利条件を確認しますけれども、絶対やんなきゃいけないのが、トランプさんを大統領にさせない。で、できれば、その、選挙結果を国民に怪しまれない。 ようにする、うん、で、えー、バイデンさんのままご利用ししたら、このドキリできれば条件が満たされないから、えーあの、とにかくね、若い候補にチェンジして、奇跡の大逆転をこう起こってもおかしくないですよねっていう状況に持っていきたいわけです。でですね あの少し詳しい人は知ってるんですけれども、この方は2020、ね、20年の10月、うん、8, 8日なのでその、前回の大統領選の1ヶ月前に、その誘拐未遂事件が起きたと、うん。で、それ、どこがやろうとしてたかというと、その保守派組織、ブルワリン・ウォッチメンというね、えー、いう人たちが。 さららうとしてたから誘拐しようとしてたからその複数のメンバーを逮捕したとあの FBI が発表したんですよ。で今年になってそのことをその事前にねその ホイットマーさんはこのこの方は知ってたんじゃないかっていう噂も出てるんですねすいませんそれちょっとま私まだ追っかけてないんですけれどもであのミシガン州ってちょっと不思議なところでその他の接戦州は時間が経つにつれてトランプ氏や共和党が優勢になっていくのにこの州だけはねなぜかねその中間選挙でもあの。 大逆転勝利みたたいなのをやったんですよねあのウィットマーさんだとか民主党が勝ったまあそれはね中絶問題をクローズアップしたからって言うんですけれども本まかいなって私は思っちゃうわけですでこの方は FBI に大きな借りがあるはずでそのバイデン一族と同じように非常に使い勝手がい良いはずなんですよね、うん、だからもうバイデン一族はもうこれでお払い箱 うん、でまあねこれまで通り守るのか守らないか知らないんですけれども多分撤退したら守るよっていう口約束はするんじゃないですかねで次のねまあ登場人物というのは人形としてこのホイットマーさんをね私はすごく警戒してるわけですでその会員さん向けにはいくつかいくつかというかねたびたび記事を出していてあの、まあ、ちっちゃいところでいくとねそのホイットマー知事の 誘拐事件を捜査していた FBI 捜査官が、妻への暴行で告発されて、これ、有罪になってる、有罪になったんじゃないですかね、でちゃんと捜査をしようとして、はめられたのか、あのー、なんですかね、あのー、単に FBI、この方がそういう人なのか分かんないですけれども、まあ、FBI、CIA の出質がずいぶん落ちてるよねって話ですよね。 それから、えーとそ、そこからさらに1年、あ半年か、うんえーの、2022年1月10日のメールでは、えー、容疑者たちは FBI の情報提供者団が資金を提供して煽ったと、おまあね、そのお弁護団が反論してるっていう話、えー、それからですね、あのーまあ、同じ1月か、うんえー、この誘拐事件を企てた、うん オースキーパーズ、なので、グレッチェン、ごめんなさい、えっと、ブルワリン・ウォッチメンか、のリーダーは、オースキーパーズの創設者、みたいなことが書いてあったのかな、のリーダーであるシチュワート・ローズが FBI 内通者だったと、リーダーが FBI 内通者っていう話です。それからですね、えっと、これが2022年8月か、あのー、 誘拐事件未遂のその裁判で FBI によるやらせではないかっていう疑惑が出たんですよね。でもそういうのは裁判官はそういうの知らない知らないって言って全員あの有罪を出し続けたんですけれどもで FBI、えー、潜入捜査官のレッド暗号名レッドっていう人が爆発物の専門家で FBI 作成の映像を提供しただとか、まあ、あとはですねこの誘拐事件 誘拐未遂事件が起きたその時にですね、ミシガン州のデトロイトオフィスの FBI トップがスティーブン・ダンツァーノさんっていう人だったんですよ。で、えー、未然にね、その誘拐事件を防ぎました、めでたしめでたしって言って、ワシントン DC に。 すぐ天したその数か月後に1月6日議会乱入事件が起きてその捜査を担当したわけです。いいですかやらせ疑惑のあるそのミシガン州知事誘拐事件が起きて、えー、それをね当時の、F、デトロイトオフィスの FBI トップダンツァーノさんが見事にこう防ぎましたと。 ワシントンのね、えー、DC に閉店して数か月後にあの1月6日事件が起きてお手柄をあげました。 すごい人ですねも。ものすごく幸運な人だと思うんですけれども、まあ、これがね、偶然起きたとするかどうかですよね。で、その、それがね、そのミシガン州知事誘拐事件がやらせならば、当然、その1月6日議会乱入もや,やらせと考える人が増えるはず。で共通項はこの FBI のダンツアーノさんだとか、FBI だとか、まあ、偽造警察だとかね、内通者、あるいは覆面捜査官が大勢いたってことです。はい、でですね、これが、あれこれも8月か。うん。あ、同じか。えー、っと、でね、その裁判の時に出てきたのが、その、ものすごい内通者、12人の内通者が、このブルーバリン・ウォッチメンに入っていて、 でえー、っと13人逮捕した。 で2人は無罪,無罪確定だから12人、ね、内通者も潜り込ませて人をあの多くて11人を有罪にしたいって話なんですけれどもこの内通者たちはあのマリファナを一緒に吸ったりそのもうこれやめようぜって言った男のリーダーに対してですね FBI の女性内通者がねまあホテルで同じ部屋に同金したりあの重犯罪者に銃を渡したり資金提供して あの彼はですね、その,、えー、そのホイットマーさんを誘拐する資金を提供して訓練を施していた。で、その誘拐事件の下見に行ったそうなんですよ、みんなで車で。で、運転してたのが FBI 内通者。<laughs> 何なんだよ、お前ら でその F、私が思うに FBI や内通者たちはその彼らに事件を起こしてもらわないと失業しちゃうわけですよ。で、えー、彼らが何かを計画して事件を起こせばお手柄になるし経費も使えるし自分は逮捕されない。うん、だからその彼らがね内通者がどんどん計画を主導していって。 行ったのでではないかって思うんですよねだってそういうインセンティブを彼らは持ってるわけですよ。その誘拐事件にしても1月6日にしても何か事件を起こしてくれなければ困るわけですね彼らは。うん、ただその自分たちは、ね、罪に問われないというふうにやりたい方でやってるその煽ってねあの資金提供運転あの下見の運転もしますあの女だったら同金もしますって言ってその、うん、悪事をやらせて。 の行為をやらせて捕まえるとただ、議事堂警察の人々がね、その1月6日事件の後に次々に自殺してることを見れば、ちょっと末路怖いんですよね。よくこんな仕事するなって私は思うんですよね。で、えー、とあとはちょっと、あのー、記事をね、えー、貼っておくんですけれども、えー、ちょっと、まあ、いろいろあるんですが、一番まとまってるのはこれですかね、その FOX の、うん、記事なんで、それを、あの、うん、えー 貼っておくので、その、これを見るなり、あるいはそのキーワードから検索していただければ、その私がね、言ったことが、あの、裁判でね、やっぱり語られてたことだということがわかりますね。わかると思います。で、えっ、ー、と、バリー・クロフトさん、あの、ブルワリン・ウォッチメン、メンペーナーの FBI 内通者。えー、クロフトさんクロフトさんは、なぜ内通者だ えっと、ロベソンさんというのが重犯罪者なのに、それに対してピストルを売ったのが、えー、ジェニー・プランクさん。あれそれおかしいな。ごめんなさい。ちょっとわかんないや。<laughs> すいません。もう昔の話なんで、記憶が曖昧になってますね。えー、っと、うん、プランクさん死に、旅費と、食費として8000ドルを払い戻した。 これは FBI 特別捜査官ですね。あれ、プランクさんって女の人ですよね。ごめんなさい、もう、もう覚えてない。えっ、ー、とア、アダム・フォックスさんが、えー、FBI 内通者、マーク・シュワイは、潜入捜査官としてマーク・ウッズの名前で活動。で、このアダム・フォックスさんに、この、接触するのが任務だったそうです。で、えっ、ー、と、まあ、これはね、あのー、 信じるも信じないもあれなんですけれども、アメリカで記事になっていることなので、それなりにその信憑性があって、さい。私はもう裁判記録が一番信用できると思ってるんで、あのまあその裁判の仕方の問題もあります。けれどもお、そこをね。追っていくと。まあ本当にね。あのお。恐ろしいことが行われてるなと思うんですよね。で、えー、結局そのバイデンさんを担いでいた人々。 とは今どんな手を使っても引きずり下ろす、えー、そうというふうにしてると思います。まあそれはもうトランプさんを下ろすよりずっと簡単なんでねその弱みがあるから。でその最後に奇跡が起きた選挙物語を信じてもらうために努力をしてると思います。でカマラ・ハリスさんがあの大統領候補にスライドすれば一応こうね、あの継続性が。 保たれた風に見えるじゃないですか。やむを得ず。バイデンさんはリタイアするけれども、あの我々がやった。正しいことはあのハリスさんが新たな大統領になります。って言って選挙資金もそのまま使えるんで好都合ですよね。ただ、じゃあ副大統領誰にするの？って言うと、私はね。その f b i のお気に入りで。なおかつ fbi が。 ああごめんなさい。の,そのえ、うん、ミシガン州知事、グレッケン・ホイットマンさんで、FBI に大きな借りがあるから、バイデン一族と同じように非常につがいが使い勝手が良いはずなんですよ。で、本人がたとえね、あの、いや、私、あの、次の大統領選出るかなって言っても、脅して副大統領候補にするんじゃないのかなというふうに思ってます。はい。あの、陰謀論に聞こえるかもしれないですけどね、 でどうなんでしょうね。これ以外に、この、奇跡、最後に奇跡が起きた選挙物語を納得させることって難しいんじゃないですかね。そのホイットマーさん以外では。まあ、そこまでやる覚悟があるのかどうか。でも、彼らはもう、トランプさんを、うん、その、ロシアゲートでっち上げだとかね、何をやっても自分たちは罪にならないから自信を持ってるはずなんですよね。うん。だから、このストーリーはね、決して口頭向けではないと思います。引き続き頑張っていきます。以上です。